たくあんボーイ。どうもたくあんボーイです。今日はですね、社内アナウンスを芸人っぽく読んでみた。ガチャ。車内アナウンスってね、皆さんね、電車乗られてると思うんですけど、よく耳にするじゃないですか。いろんなね、例えばね、今日用意してきたのがね、今日も JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は快速京都行きです。亀岡までの各駅と佐賀嵐山、円町、二条、終点京都に止まります。次は吉富です。お出口は左側です。みたいなのがあるんですけど、これをですね、今日は僕ね、今芸人をやってますので、芸人っぽく読んだらどうなるのかということでね、実験していきたいと思います。よいしょ。じゃあ早速なんですけども、やっていきたいと思います。さっきのじゃあね、読んだやつを芸人っぽく読んでみたいと思います。それではどうぞ。今日も JR 西日本にご利用くださいましてありがとうございます。この電車は快速京都行きでございます。亀岡までの各駅と佐賀嵐山、円町、申し訳ございません。ダイヤが乱れております。二条終点京都に止まります。次は吉富です。お出口は左側です。よいしょー。はい。これはいいのかな？こんな感じで。こんな感じでいいのかな？ちょっとね、最初だったんでね、非常にね、ダイヤが乱れておりましたけども、こんな感じでね、ちょっといろいろとやってみようかなと思います。果たしてね、これがね、もし車内で流れたらどうなのかとね、皆さんは車内で聞いてると思ってね、聞いていてください。お願いします。じゃあ次行きますね。まずじゃあね、本当の車内アナウンスっぽく、行きたいと思います。次は、ブバイガワラです。南武線はお乗り換えです。ブバイガワラを出ますと、次は成績桜ヶ丘に停まります。中ヶ原に停車いたしません。いいですね。これは京王線のアナウンスですね。じゃあこれを芸人っぽくいきます。どうぞ。次はブバイガワラです。よいしょ。南武線はお乗り換えです。ブバイガワラを出ますと、次は成績桜ヶ丘に停まります。中ヶ原には停車いたしません。これ大丈夫かな？これで大丈夫かな？うん。まあ、次行きますね。とりあえず次行きましょう。ちょっとね、成立してるのかどうかわかんないですけど。はい、じゃあ次行ってみましょう。東西線経由、快速笹山口行きです。笹山口までに停車いたします駅は長尾、川内岩船、四条の和手、住の堂、花店、京橋、尼崎間、東西線内各駅に尼崎を出ますと、伊丹、川西池田、宝塚、西宮ラジオ、新三田、笹山口間、各駅に停車いたします。次は長尾です。長尾の次は川内岩船に停車いたします。藤坂、津波お越しのお客様は後から参ります。普通電車、西明石行きをご利用ください。ねえ、ところどころちょっと噛んでしまったんですけども、非常にね、読み方も難しくて長い車内アナウンスでございます。これをじゃあ芸人っぽく読んでいきたいと思います。東西線経由、快速山口行きです。停車駅は笹山口まで停車いたします。駅は長尾、川内岩船、市場縄手、墨の堂、花店、京橋、尼崎間、東西線内各駅に尼崎を出ますと、伊丹、川西池田、宝塚、西宮ラジオ、三田、新三田、笹山口間各駅に停車しております。次は、長尾です。よいしょ。長尾の次は、川内岩船に停車いたします。藤坂、津田にお越しのお客様は、後から参ります。普通電車、西明石行きをご利用ください。
よっしゃー、これやばい、疲れる。なんかもう芸人のね、お笑いライブの芸名をね、読み上げてるみたいな感じでしたね。よくあるんですよ。ライブ始まる前に前説で芸人の、まあね、MC の方が来て、はい、次は、たくあんボーイ、シャガラ、キングライオン、ガウンタッチ、高田ミチコリアンみたいな感じで、ね、今同期の名前だったんですけど、こういった感じで芸人の名前をね、呼び込むんですよ。みたいな感じで今ね、尼崎、伊丹、川西池田みたいにね、西宮ラジオ、マジでこの西宮ラジオとかいそうですけどね、みたいな感じになりましたね。ああ、ちょっといいですね。うん。呼び込みみたいな感じになってましたね。西武鉄道からラブライバーに向けた紙アナウンスです。どうぞ。本日、メトライブドームで開催されます、ラブライブサンシャインアクアセカンドラブライブハッピーパーティートレインツアーにご来場のラブライバーの皆様にお願いいたします。ホームや車内でラブライブレードなどを振り回されますと、乗務員駅係員が緊急停止合図と間違えて電車が止まってしまう恐れがありますのでおやめください。特に停止合図と同じ赤色ダイヤさん押しの方は十分ご注意ください。ダイヤが乱れます。ラブライブレードなど会場でお求めになったグッズはカバンの中に、ライブでの思い出は心の中に大切にしまっていただき、ご自宅までお持ち帰りいただきますようお願いいたします。本日も西武鉄道をご利用くださいまして誠にありがとうございます。いいですね。これラブライブっていうね、アニメがあるんですかね。はい、それのライブがありまして、それに行って、で、多分ライブグッズを買ってきたお客様がラブライブレードっていうね、ペンライトみたいなのがあるんですけど、それを振り回してると駅係員がね、緊急停止合図だって間違えちゃって、あ、もう緊急停車いたしまーすって止まっちゃう恐れがあるのでやめてくださいっていうね、車内アナウンスでね。で、ただそれだけを言うだけではなくて、ライブに行ってきたお客様に寄り添ったアナウンス、素晴らしいなと思いましたね。ダイヤさんっていうね、そのラブライブのキャラクターがいるんでしょうね。赤色のキャラクターのね、女の子がいるらしくて、その子推しの人は赤色のね、そのラブライブレードを持ってるんで、特にその緊急停止合図と間違えやすいのでやめてください。ダイヤが乱れます、かかってますね。ダイヤさんとダイヤが乱れますと、素晴らしいと思います。じゃあこれを芸人っぽく読んでみたいと思います。本日、メトライブドームで開催されます、ラブライブサンシャインアクアセカンドラブライブハッピーパーティートレインツアーにご来場のラブライバーの皆さんにお願いいたします。ホームや車内でラブライブレードを振り回されますと、乗務員駅係員が緊急停止合図と間違えて電車が止まってしまう恐れがありますのでおやめください。特に停止合図と同じ赤色ダイヤさん推しの方は十分にご注意ください。ダイヤが乱れます。ラブライブレードなど会場でお求めになったグッズはカバンの中に、ライブの思い出は心の中にしまっていただきまして、ご自宅までお持ち帰りいただきますようお願いいたします。本日も西武鉄道をご利用くださいまして誠にありがとうございました。芸人っぽく呼ぶとうるさいよってなりそうですね。車内アナウンスは車掌さんに任せましょうということです。バイバイ。